皆さんこんにちは。今日は茨城県笠間市の愛宕神社に来ています。今日はここから、南大山を経由して我が国山まで行って帰ってきます。その途中で樹木を観察していきます。今日の目的は、一つは11月の筑波マラソンに向けて足に刺激を入れるということ、もう一つは我が国山の山頂付近にブナ林があるということなんで、ブナを見つけたいと思います。これは黒文字ですね。この面を見てちょっとピンときました。葉っぱが枝先に集まってつく感じで、枝が、緑色なんだけど所々汚れてるような感じになっている。これが特徴ですね。用事とかに使われる木ということです。斜面にあるこの木は、拳ですね。実が全然ついてなかったんでちょっとパッと分かんなかったんですが、地面を見るとこういう実が落ちてます。隣にもありますね。地上だとまだ結構実が残ってる印象なんですけど、この木は両方とも実が全然ついてないです。これはホオノキです。この木は看板がついてます。葉っぱがすごく、大きいのが、特徴です。この途中でも2本ぐらいありました。私はホオノキ、野生のホオノキを見るのは初めてです。登山道にたくさん大きな葉っぱが起こっているんで、だいたいこれでわかりますね。はい、ここは団子石付近ですね。これはヒサカキですね。ヒサカキがここにも生えてます。はい、この木はムカシデですね。葉っぱの先が少し細く長く伸びてる感じ。穂が落っこってたんで、穂はこんな感じです。この後も多分クマシデとかイヌシデとかあると思うんで、比べてみようと思います。開けた場所に来ました。筑波山がよく見えます。下には八郷盆地が広がってます。こっちにはあそこには法橋山も見えます。周りの木を見てみると、これはコナラですね。コナラがあります。でこっちを見るとこれエゴノキですね。実が結構たくさんぶら下がってます。このちょっと特徴的な迷彩状に剥がれた幹が特徴なんですけど、これは両部ですね。これね、本当にたくさん生えてます。今ちょうど穂が実がなんかなってますけど、この木は本当にあちこちで見ますね。登山道の途中にぶら下がってる実があるんですけど、こんな実で、葉っぱはこんなで、つる性で、多分アケビ、三つ葉アケビとかだと思うんですけど、こんな実がぶら下がってます。ここは南大山の山頂にかなり近づいてきたところですけど、こっちが赤菓子、こっちがタブノキ、照葉樹林帯の木が結構ポツポツあります。ここにはホオノキがありますね。このホオノキも、これまでにポツポツ見ています。この木はちょっと名前が分かんないんですけど、面白い実がなってたんで取っときます。こういう実の先にこんな羽がついたような感じになってますね。葉っぱは耐性で、巨子がなくて葉っぱの先がちょっと長い感じです。こんな感じですね。後で調べます。この木は裏白の木ですね。
葉は形はこんな感じで、まあ巨子が大きい、まあ住居子になってますね。で枝先に葉っぱが3つつくのが特徴、まあ特徴なんですけど、まあ結構ね1枚だったり2枚だったり、まあ4枚ついてるやつもあったりして、なかなか一概に言えない感じがあります。まあ、でも葉っぱはこんな感じ、幹はこんな感じですね。これはビョブイワですね。このビョブイワの横にあるこの木、これはウリハダカエデだと思うんですよね。この分裂してる葉っぱで、耐性で、巨子があるっていうのそんなないんで、ウリハダカエデかなと思います。幹はこんな感じです。登山道を塞ぐように生えてるこの木は、これはネジ木ですね。この幹がちょっとこう完全な縦の模様が入ってて少しねじれてると、葉っぱこれだいぶ傷んでますけど、巨子がなくて、波打ってるというのが特徴です。はい、ここは尾根筋のかなり開けたとこですけど、この木はヤシャブシですね。ちょっと幹がこんな感じでかなり剥がれてます。ヤシャブシ、葉っぱはそんな大きくない感じです。まあこういう実が起こってました。これはミズナラです。幹はちょっと白っぽくて、葉っぱがやはりコナラよりだいぶ大きくて、まあ巨子もだいぶなだらかな感じですね。南大山山頂に着きました。周りの木を見ると、これは山帽子ですね。でこれはイヌシで、葉っぱの先が赤シデほど伸びてないです。でこれはリョウブですね。こんな感じで穂がついてます。こっちに行くとエゴノキですね。エゴノキは実がたくさんぶら下がってます。これはヒサカキがここにもありますね。ここにあるちょっと大きくなってる木はこれタブノキですね。山頂にもタブノキがあります。これは白ダモンですよね。葉っぱがこんなでかいから、葉っぱが相当でかいん で裏はこんな真っ白で、まあちょっと枝先にまとまってついてるという感じなんで、まあ、これは白ダモンだと思います。スズラン群生地との分岐点ですね。ここに大きな楓があります。この楓、葉っぱの切れ込みがちょっと浅くて、葉っぱがすごく大きい感じなんですよね。で、まあ見ると、枯れ枝とか落ちてる葉っぱ見ると、巨子がない感じなんですよ。だからこれはイタヤカエデではないかと思います。隣にあるのはこれ、アカシデですね。葉っぱの葉柄が結構長いです。ここは桜が道端に植えられてますけど、奥は赤松林になってたみたいですね。まあ、赤松林です。で、ただ、シデ類とか裏白の木とか、まあ結構高くなってきたものが多くなってて、まあ、道端にはこういう黒文字とかが生えてます。で、まあ、こんな白ダモとかですね、これはヒサカキみたいな常緑樹もぼっちぼっち生えてきてるという感じです。道祖神峠まで降りてきました。
この周辺はずっと、植林されたヒノキですね。はい、キャンプ場付近に、来ましたが、ここの金木犀が満開ですね。辺り一面に香りが漂ってます。車道を横切って、ここから先が登山としては最後の急登です。我が国山の山頂までもう少しです。我が国山の山頂に来ました。で、この山頂に、本当に山頂に立ってるのがこれブナですね。この上広がりの、この形で、葉っぱは巨子がない、波打った葉っぱということで、まだ全然紅葉してない感じですね。我が国山の山頂はこういう風になってます。これ東側の斜面なんですけど、この先北側の斜面にブナがあるということなので、もう少し先に行ってみます。目の前にある、これはアカシデですね。こっちにあるのはこれはコナラです。我が国山の山頂から少し下ったところ、ここはカタクリの群生地になっていて、ロープが張ってあるんですが、ここにブナの巨木があります。大きなブナの巨木です。見渡すと、これなんかもそうですし、あっちにも大きいのがあって、ここにも大きいのがありますね。4本ぐらいブナの巨木があります。ここは標高500メートルぐらいだと思うんですけど、このぐらいの高さでもこんな大きなブナが育ってます。周りを見るとアカシデとか、これアカシデですね。これオオモミジとかですね。あと、ヒノキとか、そんなのがあって、ちょっと明るい感じになってます。尾根筋なんですけど、尾根を越えた向こう側は、南側の斜面は杉林になってます。これは別のブナですね。すごく大きい、これも大きな大木です。これで目的は達したんで戻ります。福原駅の方に降りて電車で戻るという手もあるんですが、今日はトレーニングも兼ねて、ピストンします。クマシデを見つけられなかったんで、途中で探していこうと思います。帰り道に気がついたんですけど、これアケビがぶら下がってますけど、これではなくて、こういう実がぶら下がってる木ですね。葉っぱは五星で巨子がある、こういう実の木。ちょっと名前はわからないんですけど、後で帰ったら調べてみようと思います。これは山椒が生えてます。こんな感じ、結構トゲトゲがついてます。これがクマシデだと思います。葉っぱが大きくて側脈がたくさんある。で、ちょっとぶら下がってる方が、こんな感じであんま開いてない感じの方がぶら下がってる感じですね。こっちの左側のやつはアカシデのやつ。愛宕神社の鳥居の前まで戻ってきました。やっぱり本物の自然、公園とかと違う本物の自然なんで、わからないものだらけだったという感じです。でもこのコース自体私何度も通ってるんですけど、こうやって木に着目して回ったのは初めてなんで、全く新しい、視野が開けた感じがします。最後までご視聴ありがとうございました。